言いたいことを正確に伝えるためには、言いたいことを一つに絞る必要があります。私はこう感じました。私はこう思いました。と伝えたいことを一つに絞ることで、相手に理解されやすくなります。一回のコミュニケーションで一つ以上のことを伝えようとすると、一つ一つの情報の印象が薄れてしまいます。このラーメン美味しいですね、と言えば、相手はラーメンが美味しいということを伝えたいんだなと簡単に理解してくれます。しかし、このラーメン美味しいですね、今日は寒いですね、と2つの情報を一気に伝えると、相手はラーメンの情報に反応すればいいのか、天気の情報に反応すればいいのかと迷うことになります。1つのコミュニケーションの中に2つの情報を入れることで、一つ一つの情報の重要度が下がってしまいます。他人に自分の言いたいことをしっかりと理解してもらうためには、一つ一つ相手に伝えていく必要があります。私はこのラーメンを美味しいと思いました。とトピックを一つに絞ることで、的確に相手に自分の意見を伝えることができます。そして、そうですか。私はあまり美味しいとは思いません、などと言って相手の意見を聞くことで、お互いの理解が深まっていきます。ラーメンの話が終わった後に、ところで今日は寒いですよね、と話題を変えることで、相手が自分の話についてきやすくなります。私たちはポジティブなことよりネガティブなことの方が強く記憶に残るようにできています。なので、一つのコミュニケーションの中にポジティブとネガティブを混ぜたら、相手はネガティブな方を強く覚えるようになります。例えば、その服かわいいですねと褒めた後、でもちょっとサイズが合っていないけどねと言うと、相手は自分の服がけなされたと思い、嫌な気持ちになります。私は人に嫌われるんですと悩んでいる人の中には、一つの会話の中にポジティブとネガティブを織り交ぜている人が多くいます。そのような人は、本当は相手を悪く言いたいという気持ちを隠すために、まずは相手を褒めます。私はあなたを褒めているんですよと思っているけど、相手は不快になります。そのような人は、かわいい服着てるね、まるまるさんがおしゃれになって嬉しいよと褒めたところだけ覚えています。そして、昔は本当にダサい服着てたもんねとぐさりと刺して相手を傷つけたところは忘れてしまいます。このような人は相手を褒めるつもりなど全くありません。イライラしているから誰かを攻撃してすっきりとしたいと思っているだけです。しかし、そのまま怒りを他人にぶつけたら、大人げないと思われるかもしれない。どうにかして攻撃性を隠さなければいけないとなっているから、私はあなたのことを褒めているんですよというカモフラージュをします。世の中には、私はあなたを褒めますよというふりをして攻撃する人を引き寄せようとする人がいます。大丈夫ですよ、私はあなたを傷つけませんよと気を緩ませてから、ガードの下がった相手に殴りかかる人がいます。一つの会話にポジティブとネガティブが混じっている人の本音は、相手を攻撃したいということです。私は八つ当たりするような人間ではありませんから、と思わせて、相手に八つ当たりをして、すっきりすることです。そのような人に捕まると、あれ、褒められていたと思っていたら、いつの間にか説教されていた、ということが起きます。あなたのここが素晴らしい、と褒められた後に、でも、こんなダメなところもあるけどね、と攻撃される体験を繰り返すことで、どんどん精神状態が悪くなっていきます。ということで、一つの会話にポジティブとネガティブを混ぜる人は、自分は本当は悪口を言いたかっただけ
ということに気づいていない場合が多くあります。そのような人に、私はあなたを褒めますよと言われても、私を褒めてくださいと近寄っていかないように気をつけてほしいと思います。一つのコミュニケーションに一つ以上の情報があるときは、この人は何を言いたいんだと考えて、相手の攻撃性を見抜いていきましょう。この人はイライラしているから、人を褒められる状態じゃないな。本当は褒めようなんて思ってないな、と感じたら、攻撃される前に逃げて、自分を守ってあげましょう。